はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて、チャンネル登録者数1000人ありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。さて、今回の動画は今日の夜3時からベルギー対フランスということで、前回黒玉が一つも出なかったベルギーガチャリベンジということで、ベルギーガチャ5連を引いていきたいと思います。でですね、見ての通り黒 22.5、 金 22.5、 銀 55 ということで、銀がまだまだ確率が多いんですけど、まあ、5連すれば1回は黒玉来るだろうということで、はい、引いていきたいと思います。どんどんいきます。いっせーので、ドン。銀かー。ナセルシャドリ、ウェストミッドランズストライプスに所属している方ですね。何が一番高いんだろう。フィジカルコンタクトとドリブル、あ、でもドリブル結構82って高いですよね。なるほど。まあ1回目はこんな感じで、では2連目引いていきましょう。黒の確率が着々と上がっていきますように。いきます。いっせーので、ドン。いやー、銀かー。まあまあ、金と黒の確率がどんどん上がっていってるということで。トーマス・フェルメールン。バルセロナ、聞いたことあるかもしれない。バルセロナってことは、メッシじゃない。あ、メッシか。メッシと、サラーもいましたよね、確か。違う。サラーはリバプールですね。間違えました。すいません。メッシですね、バルセロナ。選手詳細情報見るの忘れちゃってた。3連目引きたいと思います。お願いします。黒。いっせーので、ドン。来い、攻めて金。うわー、残念、銀ですね。スタイン・ウイテンスさん、 AZ。厳しいですね。あと2回。スタミナが82と。はい、それでは4連目引いていきましょう。いっせーので、ドン。お願いします。あっ、おお。よかった、来ました、黒玉。ベルギー初の黒玉は誰でしょう。お願いします。知ってる人ですように。おっ、ドリース・メルテンス。ナポリって聞いたことある。へえ、初めての黒玉、ドリース・メルテンスさんが当たりました。瞬発力93、強い。決定力88、シュート決まるやつですよね。お、結構高い。いい選手が当たった。当たりました。やったー。さて、引きたいと思います。せめて金、お願いします。いっせーので、ドン。ですか？確定ですか今の、もしかして。え、2連続で黒来てくれました。ちょっと待って、ルカク、マンレッド。これ
めちゃくちゃ当たりじゃないですか。オフェンスセンス90、決定力90、キック力90、フィジカルコンタクト93。いやー、え、驚きのあまり言葉が出ないんですけど、え、めっちゃ嬉しい。これはフランス応援してるけどベルギーも応援したく なりますねさて、いかがでしたでしょうか。最後の最後、2連とも黒玉が来てくれました。いやー、めちゃくちゃ当たりですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきたいと思います。楽しんでいただけましたでしょうか。よければ高評価ボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。夏芝でした。それでは今日の試合でツイッターでお会いしましょう。またね。